さあ皆さん始まりました。今日2回目の動画配信。次は日本株マーケットの解説ですね。今日日経平均200円相当下落。で、マザーズボロボロ急落ですね。はい、節目もちょっとね、下回ってしまったという形で、かなりね、ちょっと厳しい状況が続いています。さらにね、またそのお昼ぐらいに岸田さんがね、やらかしたというところで、まあ現状のね、マーケットの動向を分析していきたいと思ってますんで、よろしくお願いします。で、僕はですね、7年間証券会社に勤めて、まあ最終本店勤務でね、まあトップ、トップでやってたんですけど、トップセールスという形でやってたんですけど、 ま、営業をやっていて、今は、投資系 YouTuber として活動しています。あとは、ま、自分で資産もね、運用したりとかしてるんですけど、今まで僕が身につけていた知識であったり経験を皆さんに動画であったり、主にライブ配信でね、あの状況を配信していますので、まだ僕のチャンネルですね、登録してない方がいたら、ぜひともですね、チャンネル登録と Twitter のフォローしておいていただけたら嬉しいのでよろしくお願いします。というわけで、まずはいつも通りマーケットの全体像からちょっと確認ですね。 S&P500、ナスダックークダウンに関してはこぞって下落で一番きつかったのがナスダックですねここが1.39%下落したんですよで市場のファンシーニョを表すビックス指数も株式マーケット下落ということを受けて8.67%上昇20をです、ね、また上回ってきてるんですね、まあ、ボラタイルな動きをしやすくなっています、まあ、FMC 前なので一旦利益確定売りが、ね、先行しているという状態それが今日本株マーケットにも出ています 207円安。28,432円が今日の着地ですね。まあ、日中ね、300円以上下がった局面もあったんですけど、それに関してはまた後でですね、ちょっと解説します。で、中国マーケットも下落ですね。上海0.6%下落。で、ハンセン、シンセン、ハンセンですね。香港の株式マーケットは1.41%急落。ユーロストックも0.4%相当下がっているという形で、全部真っ赤っ赤です。 はい。まあ、FMC 前っていうことを受けて、ま、慎重姿勢がマーケット全体で見て取れるという状況。で、その中で今日日経平均。まあ、日本株マーケットがどうだったのかっていうと、まずは日経平均の冷やしチャートですね。MacD 上昇トレンドを形成してるけど、まだ角度が浅いので、まだはっきりとしない。で、RSI も、まあ、ここあたり中途半端な位置にあって、上値の抵抗ラインちょっと意識という形ですね。ここのライン。抜けるかどうかってところを見る。 ストキャスティックスも中途半端で、現状の冷やしのポジションを見てみるんですけど、ボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインに合うような形で今下落してるんですね。で、5日移動平均線はちょっとフラットになってしまっている。まあ、ここのね、25日移動平均線、黄色のラインと200日移動平均線がおそらく明日以降デッドクロスしてくるので、そこでのリアクションもちょっと見たいかなというふうには思ってすます。まあ、FMC のね、 あの、通過した後に方向感というものは正しく出てくるので、そっちの方向にね、乗ってあげたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい。FOMC5 株式マーケット、米国株が上がってくるんだったら上昇の方にかけてあげて、下がってくるようになったら、まあ、下落の方にかけてあげる。まあ、そういったふうにね、捉えててもらっていいんじゃないかなというふうに思います。で、冷やしのポジションもですね、今ですね、半値戻しのラインですね。要は、フィボナッチの高値、安値、結んだラインで、 半値戻しのラインで頭を押さえられて38.2%戻しの水準 ?28,510 円か。そこのライン上でこう、うろうろしてるような状態が続いてるんですよ。まあ、方向感には乏しいかなと思います。僕はもうちなみにデイトレしか今やってないんで、まあ、年内いっぱいはもうデイトレしかしないですね。ロングで持とうという気は今のところないです。 はい。あのもう完璧にもう年末年始の損益通算に向けた売りがですね、出てるので、ね、全体的に。で、これね、多分その日本株マーケットだけじゃなくて、米国株マーケットでも出てると思うんですよ。まあそういった売り方がちょっと散見されますから、皆さんね、年末年始、損益通算最終日。まあ、確か28日かな。そこまでは、まだまだね、油断大敵っていうところを覚えておいてください。で、今日日中の値動き。これがね、ちょっと問題でしたよね。ちょっと5分足でね、 見たいと思うんですけど、12時半、急落したんです、ね、日経平均。300円以上下がって、1時28,300円ぐらいまで下がったんですよ。で、それがなぜなのかっていうと、これがなぜなのかっていうと、岸田さんがお昼にまたやらかして、自社株買いの規制に関して触れてきたんですね。ちょっと発言しちゃったんですよ。で、それを受けて、場中にそれをまた発言したんでね、マーケットが、まあ、消化しに、まあ、 びっくりして、サプライズして、ネガティブサプライズが起こってしまって、5番寄りでストーンってね、一気に下がったんですね。で、そこからまあ一旦買い戻しの動きが入って、最終ね、まあ28430円で着地したという形になりますから、ちょっとね、問題発言すぎるかなっていうふうには思います。岸田さんに関してはね、うん。この前の件もそうでしたけど、はい。金融所得課税のことに関してもそうだし、2点3点してるし、 ななかなかねねって感じはします、ねはい、でちなみにですね今日の日経平均の上下に寄与した銘柄がどこだったのかっていうところも併せて確認するんですけど1位、KDDI1.76% 上昇の日経平均をね大体いい12、3円相当押し上げてますでその下にトヨタ、アステラス製薬東京海上第一三共この5銘柄が上昇強度トップ5、まあ、あんまり、ね、上のほうに、ね、上がってこない銘柄がちょっと強度トップに来てますよね。 で、下落強度トップはどこなのかっていうと、ファーストリテイリング、東京エレク、M3、大金、アドバンテスト、まあ、主力どころメジャーどころがこぞって下落特にファーストリテイリングが直近上がっていたのに今日2.72%下がって、日経平均67円相当押し下げようになっちゃってるんですね。まあ、ここがね、やっぱその、腰折れしてしまったっていうところがね、日経平均下落に最も大きく起用してしまってるっていうところは押さえておかなければいけないんですけど、じゃあちなみに、現状の、 ファーストリテイリングのチャートがどうなってるのか。メ柄ガルコードが9983ですね。はい。ちょっと待ってくださいね、これ。これがファーストリテイリングのチャートです。はい。昨日の上昇分全部ね、なかったことにしちゃったんですね。で、MacD がただ、明日以降、おそらくゴールデンクロス組んでくるので、そこでのリアクション次第かなって気はします。まあ、ただ、ちょっとまだね、FOMC 通過までは、重たい動き、どっちかっていうと、リー確定売りっていうところに、 終始してしまう可能性があるんで、そこはね、やっぱりその、注意しててください。はい。明日そのデートレイってなっても、またちょっと売り先行で、動いてしまう可能性も一応考えらればする。まあ、今晩の米国株次第ではあるんですけどね、もちろんね。ただ昨晩米国株弱かったんで、で、米国株の解説動画は、ライブはですね、さっきしましたからお昼に。後でよかったら見ておいてください、そっちの動画もですね。で、あとね、メーガルコード9984のソフトバングループ。まあ、ここまであの、結構その、 そこがたい動きはしてたんですよね。あんまり動いてなかった。うん、5550円ぐらいを中央値として、上下50円ぐらいの値幅で動いてたんですね。そんなにこう、動いてなくて、MacD とかも少し切り上がってきて、パラボリックとの距離感も近くなってきてるんですよ。ただし、明日以降ですね、明日かな多分、あの、時給が新しく公表されてくるので、要はその信用改ざんがどれだけ増えたのか減ったのかっていうところのデータがアップデートされてくると思うんですよ。明日の。 引けにですね。引けに。そこを見て、受給が改善されてないっていう形になってくると、週末にかけてまだちょっと売りね、出てくる可能性もあるかなっていう気はします。しっかりとそこの受給のデータは皆さん見ておくようにしてください。はい。じゃあ次に見ていくのが、トピックスね。はい。ここ見ていきましょう。で、ここに関しては今回0.22%下がっただけなんですよ。0.22%。で、 マック D ゴールデンクロス形成、パラボリック上昇トレンド形成、冷やしのポジションは一目均衡表の影のライン、この緑のラインを下回って推移してるんで弱いトレンドをしている。で、200日移動平均線、このピンクのラインが下へのサポートラインとして機能してるんですね。で、ここは見てもらったらわかる通り、五日移動、ボリバーの中央線、25日移動平均線、全部下向きなんですよ。ただ、この200日とのデッドクロスは形成してないんですね。まあ形成するような動き方をしてくるとちょっと注意かなと思うけど、今のところちょっとまだ、ね、様子見ムードが、 強いのかなという気はします。まあ通常だったらね、やっぱその、景気拡大局面ではあるので、米国市場は。うん、そういった局面では上がりやすいんですけどね、やっぱりその、ケーパリングという蛇口をね、こう、グーってねし、もう緩やかに締めていくようとしてたものを、もうぐってね、こう、一気にね、回そうとしてるわけじゃないですか、蛇口を。止めようとしてるじゃないですか。お金のばらまく量をですね。 はい。なので、そこでの影響っていうところと、あと、金利の利上げ回数っていうところも、おそらく、まあ年、年に3回っていう形で来年ね、想定されてるんですけど、まあ、3回ぐらいね、もしかしたら、あの、今回の CPI かな、アメリカの消費者物価指数6.8%、の市場層一致したものの、高いので、ちょっと3回ぐらいね、してくる可能性も一応、視野に入りつつやる必要がありますよね。まあ、とりあえず、トピックスの方が、日経平均よりも、 ま、若干ね、まだマシだったのかなっていう気はします。で、それはね、この NT バイスを見てもらっても分かる通りです。これは日経平均あ割ることのトピックスで表されるチャートで、上昇すると日経より、下落するとトピックスより。で、これは上がった、下がってるんですね、今日。上がって下がってるんですよ。ということは、トピックスの方が日経平均よりも優位に今日はマーケットで動いていた。ただし、これは上向きなんですよ、今。 まだ移動平均線上向きなんですよ。ということは、日経平均の寄与度の高い銘柄の値動きは、まだ追っておくべきかなっていうふうには思います。まあもちろんね、あのトピックスへの寄与度の高い銘柄の値動きもね、合わせて追っておく必要はあるんですけど、とりあえずベータ値、あの、日経平均へのベータ値の高い銘柄かな、そこの動きっていうところをちょっと見せてほしいかなっていうふうには思います。はい。で、ベータ値のことに関しては、僕はその無料の動画とかライブでは一切触れたことはないんですけど、 正しいね、知識に関してはメンバーシップの中で解説しています。勉強会で、ね。なので、もしね、ベータ値のことについてより詳しく知りたい、その他のテクニカルの知識も正しくつけたいっていう方がいたらね、よかったらメンバーシップも検討してみてください。じゃあ次に見ていくのが、ドルベースの日経平均見ましょう。ドルベースの日経平均。まあ、ちょっとトピックスの後にね、あの、ドルベースの日経平均ね、分析するのをまたあれなん、順番あれなんですけど、重要なところなんで見ましょう。で、これが、 日経平均割るごとのドル円です。分子がドル円なんですね。分,あの分母がドル円ですね。分子が日経平均なんですよ。なので、カースの変動リスクを加味した海外投資家が見ている日経平均です、これは。で、ここも今、こういった形で下げてるんですね。ここの値、ね、動きが海外投資家の買いであったり、売りを誘発してきますから、ここの動きしっかり見てください。日経平均以上にしっかりと見る。それは、あの、習慣づける形かな。まあ今のところね、まあ日経平均と同じなんでね、ちょっと様子見です、ここ。はい。 なかなかね、あれですよね、本当にね。難しい相場がまだ目先展開されてるなって気はします。もうそれはね、ま、マザーズ見たら明らかですよね。で、マザーズが今2.92%、今日も大暴落です。はい。あのー、締めの1000ポイントを下回っちゃったんですね。終わりにベースで。割ってほしくないラインを割っちゃったんですよ。完璧に投げ売りですよね。損益通算に向けた。年末電子。 最終日、損益数算最終日まで慣れてくる可能性には、まだ依然として警戒は必要かなと思います。パラボリックであったり、RSI の動き、ここまだ金、売られすぎのラインまで行ってないですからね。あと、MacD の傾斜も鋭角に切り下がってるので、冷やしのポジションもこういった形で下がってるわけじゃないですか。で一応ね、ここのラインで止まってはいるんですよ。機械のラインでね、なんとかギリギリ。明日ですよね、明日ここを、 下回ってしまうと結構きついので、そうなっちゃうと、ここあたりの安値意識って形になっちゃうんですよね、次はこの点線なんですけど、今、今のポジションがですね。ここになっちゃうんですよね。947ポイント。980ポイントにももちろん抵抗ラインあるから、そこ下回らないかどうか、もちろん意識すべきところです。 で、現状のしのポジションを見ると、これ、フィボナッチ引くとここなんですよね。ここ、971ポイント。もしかしたら、ここまで下がってくるかもしれないっていう風に思ってもらった方がいいかもしれないね、さっきは。で、そこ、ここのラインタッチしたら、一時的にこう、自律反発が、もしタッチした場合ですね、入りやすいんですけど。まあ、とりあえず僕は今、マザーズ銘柄は控えてます。はい、あの、これもライブでも皆さんにお伝えしてます。 もう僕はデートレインシフトしてて、ほぼ完璧いんですね。で、東証一部の銘柄しか売買してないです。東証一部の銘柄しか売買してないです。デートレイもしてないです、はいあの。IPO ラッシュっていうところもあるので、マザーズはね、まだまだちょっとそっちの方に資金が向かっちゃう可能性ありますから、ちょっとまだ警戒でいきましょう。で、それに関してはね、マザーズの、マザーズの、マザーズへの資金の移動ですよね。そこを見ると、明らかですやっぱし。まず見ていくのが、 これから見ましょう NM バイルスこれが日経平均割ることのマザーズですね上昇すると日経より下落するとマザーズよりでこれは上昇方向に強烈にバンドォークを形成しているので今マザーズよりも日経平均売りなんですね強烈に強烈にまだここの流れは止まっていない、うん、TM バイルストピックス割ることのマザーズ上昇するとトピックスより下落するとマザーズよりここも強烈に上がってるんでマザーズよりもトピックスよりさっきの MJ バイルス これですね。マザーズ割ることのジャスタック。上昇するとマザーズより、下落するとジャスタックより。で、ここも強烈に下げてるんで、マザーズよりもジャスタックよりなんですよ。強烈に今マザーズに売り圧力が入ってきています。強烈に。で、ジャスタックの一応そのチャートパターンも見るんだけど、ジャスタック、ジャスタック、ジャスタックはどこかなこれですね。 ジャスダックはまだマシなんですよ。下がってはいるんですけど、戻って下がってるんですね。はい。だからこういったところを見ると、一番今マーケットに資金が入っているのは日経平均。その次にトピックス。ジャスダック。マザーズ。マザーズが一番下なんですよ。 弱い段階で入るのはちょっとあれかなと思います。だからこの順番が逆転する、まあ需給の回転が逆転するようなね、要は動き方をしてきた時にマザーズに資金を入れるべきなので、しっかりと今言った NM バイルス、MJ バイルス、TM バイルスかな、あの、詳しくは概要欄の方にリンク動画、解説動画上げてますんで、そこ見とってほしいんですけど、ここの、 転換点をしっかりととと見てあげることが重要だと思いますで今、その転換点には達していないです。なので、しっかりとまずまず銘柄に対する資金管理、ポートフォリオ、まあ、損益っていうところ、管理して,てもらった方が、年末まではまだね、いいんじゃないかなと思います。とりあえず、今、マーケットの状況を見たんですけど、やっぱしね、ちょっとまだリスクは取りづらいですよね。アメリカの10年債利回にも下がってるし。 日本株の動き見ても、やっぱし利益確定売りに今日押されているわけじゃないですか、重要局面を目前としてですね。通常だったらやっぱそのテーパリングの蛇口をね、締めるだけなんでね、締めていく段階なので、まだ利上げにもなってないんですよ。だからそういったところで、やっぱし慌てる必要はないんですけど、ただし今って高インフレっていうね、やっぱしその、命題というか課題がね、あるので目先の方に、今もバイデン大統領とかね、パウエルさんとかも頭抱えしてるとは思うんですけど、 あと中国のね、あのリスクとかまあいろいろとあったりとか、目先にやっぱし不確定要素はあるんですよ。コロナの件もしっかりですよ。欧州の方でオミクロンが結構拡大してから全体の4割占めちゃってるとか、まあそういったニュースとかも出てますから、なのでしっかりとその目先はね、 もしかすると FOMC 後上がってくるかもわかんないんですけど、まだ色々とその懸念材料残っていますから、そこだけはちょっと注意して見てもらった方がいいと思います。まだ年末年始どうなるかわかんないので、しっかりと FOMC が通過した後の方向感を見てからね、やっぱトレードしてあげるっていうところが重要だと思うんで、決してね、フルレバー、フルポジションで、 すべての資金を株に投じるっていうことがないように資金管理だけはしててください。重要イベントです、皆さん。重要イベント前にフルでポジションをかけるのは、それはちょっと爆打です。50-50だからね、確率が。うん。どっちに振れるか。まあ、ちょっとね、あの、上がっていく確率もあるんですけど、もちろんあるんですけど、 ただ、やっぱそういった重要イベント前には、しっかりとポジションを管理してあげて、もし逆に行ってしまった時に、しっかりとフォローを入れられる、もしくはチャンスと思って、資金を投じることができるように、準備だけをして,いてください。必ず、片方の確率、いわゆる、 一番いいケースだけを想定するんじゃなくて最悪のケースも想定してトレードしてもらうとうまくリスク管理、資産管理、予診管理というものをしていただけると思いますのでよろしくお願いします。なのでまた動きがあったらですね、すぐ YouTube であったり Twitter で情報配信していくので、よかったら皆さん僕のチャンネル登録とあと Twitter のフォローしておいていただけるとすごい嬉しいです。皆さんですね、明日も頑張っていきましょう。お疲れ様です。